はい、本日も始まりました。なんか変な間ができてしまいました、はい、本日も音楽紹介人は瞳吉幸と、はい、イラストレーター内海初音と文筆業の加藤でございます。でお送りしてまいります。本日の主役はですね、内海初音でございます。よっよっよっ、なんか音入るのかしら、この時あの美女好きの皆様、お待たせいたしました。恐縮でございます。美女は美女を紹介いたします。あ、いいですね。今日ですね、ちょっと普段一体何やってんのっていうね、イラストレーター、ね、毎回そういうふうに紹介しております。そうそうそうなんですよ、うん、っていうところでですね、改めてちょっと、まあ音楽と関連あるところをですね、まあ、書いてみたやつなんかを紹介させていただくような会を設けていただきまして、本日はありがとうございます。皆さん最高です、ね、いや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 、そんなことはないと思うんですけど、まあ私ですね、普段はいろいろイラストを描いてるんですけども、その音楽の絡みに関してはやっぱプレゼントするものが結構多かったりとかするんですよね、うん、でやっぱり大好きなアーティストを描きたいじゃないですか、うん、その中でですね、もう一番こうフォトジェニックなというか、もう本当に一番お世話になっているお姉様、ジョディ・ワトリーを今日はちょっと紹介しつつ、うん、このグッタイムチューブのね、はい、絡みで言ってもやっぱりあの彼女のソロデビューはバーナード・エドワーズがプロデュースしたっていうところもありまして、うん、こちらでございますね。ファーストアルバムでソロの、はい、私シャラマーをこの前にジョディ・ワトリーがやってたんですけど、うん、その時は全然小さかったんで、やっぱり、うん、子供だったんで聞いてなかったっていうのもあって、うん、ソロワークスからの戻りなんですよ、うん、シャラマーは、うんうん、本当に。うーん、まずちょっと一番最初に知ったのはバンドエイドなんですけど、うんうん、バンドエイドの時にもうこれがですね、あのアイドルのジョン・テイラーがエスコートしてきた女性っていうので、デュラン・デュラン絡みで、やはりデュラン・デュラン絡みでやっぱり最初知りまして、なんだこのかっこいいお姉ちゃんはと思って、そこからもうチェックしだすようになって、そしたらまあこのソロアルバムがこうあまり時間を置かずにですね、出ることになりまして、そこからずっと30運年間追いかけ続けるということに結果なるわけなんですけども、うん、まあ、とにかくね、かっこいいんですよ、もう姿形が、うん、ビジュアル大事じゃないですか、うん、なんせ何もかもビジュアルから入ってるので大事大事大事ですよ、ビジュアルから大事ですよ。そうで、来日コンサートももちろんこの時代からちょっと一回も欠かさず行ってるんですけど、回数はね、そんな全部いけるとかっていう状態じゃない時もね、あったんで、まあところどころ歯抜けではあるんですけど、とにかく来るたんびにはどこかは一回は行ってるっていう状態になってまして、でそのたんびに会いに行っちゃったりとかやっぱするんですね、私は。すごいよね、ミーハーなもんですから、うん、であと意外と特に、うん、ブラックミュージックのミュージシャンって意外とオープンなんですよね。そうですね、ロック、特にハードロック寄りの人たちはガードがすごく固くって、うんうんうん、日本側のね、事務所がすごく固いことが多いんですけど、ブラックの招聘元、日本の招聘元って意外とオープンで、本人たちが喜んでくれるならばファンとのコミュニケーションは割と OK っていうふうに寛容に許してくださる方多くって、うんうんうん、まあ、僕もそういうところにありがたいことにお世話になってるんで分かるんですが、なので例えば会場がすごく大きくない限りは割と出待ちをしていたりすると会えたり、あとそれこそ本番中に何か目立ったことをやって、それで舞台からもう見染められたような人は終演されるなりマネージャーとかスタッフが裏に呼んでくれたり、でそういうようなことってね、あるわけですよ。あったあった、ね、だからそんな感じで、おー、泉さんもそうそうそう、うん、ジョディ・ワトリー一番最初に見たのって会場は
会場はあの時はどこだったっけ、フェスティバルホールだったのかな。ああそう、その時は出待ちをした。その時は出待ちしなかった。その時はさすがになく、うんうんうん、うん、あそこ、あ出待ちとかはしないですよ、もう、うん、直接泊まってるとこを見に行けとか。ああそっかそっかそっか、ホテルに行くんだよね。そう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 、例のストーカーの行為。ストーカー行為です、はい、例のって例のストーカー行為の一環でちょっとジョディ・オトリーも行きまして、まあその時もあのサインいただいて写真ももらって、うん、でその時は何も渡さずに帰ってきたのかな、うん、でそれからまあ、 あの何回か来る間にちょっと絵を少しずつプレゼントするようになって、うん、すごいよね、うん、で、その大阪のブルーノートに来た時だったかな、うん、あのそれこそね、墨絵にしてその時は、おーおーおー、色紙に書いてプレゼントしたんですよ。ほう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 。でその時の、色紙みたいなのを覚えていてくれて、それから3年か4年ぐらい経ってかな、あのモーションブルー横浜に来た時に、はいはいはい、ひとみさんとその時は一緒に見に行ったんですけど、うんうんうん、そこでちょっとお話できるような感じで生徒していただいたことがあって、さすがひとみさん。でまあそこで彼女なんか大阪であなたに絵を渡したっていう話聞いたんだけどって言って、その他の人が説明してくれたら、分かったって、あのスクエアなやつでしょって言って、色紙のことでしょって言って、あれ今でもリビングに飾ってるのって言って、おお、すごい嬉しいよね。そう、でもそれだけでもね、すごい嬉しかったんだけど、まあ彼女がちょっと今度ビルボードライブ、うん、東京の方でやるっていうことになって、その前に我々今の番組の元になる番組を、うん、ウェブ番組をやってたんですけど、そこでインタビューが取れないかっていうお話になって。うんうん、それちょっとひとみさんに頼み込んでもらって、うん、会場にね、うん、会場に交渉して、でちょっと交渉してもらったら、じゃあ取りに来てもらって結構ですよっていうお話になったので、じゃあなんかまたイラストいつも喜んでくれるからプレゼントに持っていこうかなと思って、でまずね、そのイラストをちょっと自分で言うのもなんなんですけど、すごいうまいこと描けたんですよ。おお、やっぱ降りてくる時があるんですね。そう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 、ね、ちょうどこの辺に多分画像を挟み込んでくれると思います、うん、その時のやつ、うん、でそれを先に今もう便利な時代じゃないですか、 SNS で、うん、Twitter だったと思うんですけど、あの時そうをペット先に送ったんですよ、うんうん、これ公開でね、そう行きますからって言って、そしたらなんかDM でね連絡が来て、嬉しい、そうこれすっごい気に入ったって言って、うん、でライブ、そう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 、うん、まあ早く本物見たいわっていうのもあったんだけど、すごい会えるの楽しみにしてるって言って、うん、でライブ楽しみにしててねっていうメッセージだったんですよ、うん、でこっちはねライブもインタビューの後に今ゆっくり楽しむっていう風に考えてたんで、うん、でまあ行って、まあ、本当ライブ楽しみとか思って待ってたら、うん、その前に SNS で公開でなんかリツイートしてくれなかったっけ、リツイートもしてくれた、ね、うん、だからもう世界中にそれを、うん、彼女がね、そう流してくれたんですよ、流してもらったっていう状態の中来日をして、そう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 、でもうライブ楽しみでわーと思って見に行ったら、もうびっくりですよ、後ろのスクリーンにドーン、泣くじゃんで号泣、もう泣くじゃん、そんなんされたら号泣よ、もうどういうこと、私だから本当にこうファンだからさ、うん、いやもうそんなことされたらもう死んでもいい状態みたいな、ってもうなんかインタビューの前にもうギャン泣きみたいな顔ぐちゃぐちゃ顔ぐちゃぐちゃほんとすごいね、そうライブ終わったらとりあえずインタビュー一回中休みの時にね、ファーストセカンドあるじゃないですか、間に取りに来てっつって、でセカンドでひとみさんと合流したんですよね、うん、大変だっつって、うん、どうしたって言葉にならない何事かと、そう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 すごいっすね、
それから4年間ぐらい使ってくれたかな、ずっと。なんかあったよね、うん、毎年毎年あの来る時にあのイラストをとりあえず後ろに使ってくれて、毎回作り変えるんだけどちゃんと反応が入ってる、入ってくれ。ではあのシャルマーリローデッドって言って、あのシャルマーの版権を裁判であの勝ち取ったので、楽曲とかも、はいはいはい、それのチームになってからはもう一応とりあえずコンセプトがあって、うんうん、ジョディ・ワトリー単品でやるのではないのでって言って変わったんですけど、そこで切り替わったんだけど、もうそれまでのなんかあの 4,5 年の間はずっと毎年流してくれて、なんとまたそのイラストをですね、その時にあの出たアルバムあるんですけど、そっからのファーストシングルナイトライフっていう曲のプロモーションビデオに使ってくれたんですよ、うん、うん、リンク先も貼っといてもらいましょうかね。そうね。そう、それもなんかある日ね、急にねメッセージが来て、うん、なんかあの愛を込めといたからちょっとあれは見てちょうだいみたいな、おえかっこいい、うおーと思って、もうなんだ愛込めたからどういう意味とか思って、それもね、なんか仕事の途中だったんでね、一応あのヘッドホンしてトイレで見たんですよ。ふんならもう中に入ってて、またトイレの中で号泣みたいな。それ他にトイレに入ってきた人いたら何だったのかしら、心配しちゃうよね。まあすすり泣きとかは聞こえないと思うけどさ、さすがに水バーって流してるから。そうだそうだ、そうそうそう、それはね、けども出てきた後もぐちゃぐちゃ顔みたいな。とりあえず直さないと。すごいね、強烈だね。そうね、うん、もうそれが調子に乗ってあの毎年ねあの来るたんびにね、うんうんうん、今度はちょっともう絵ばっかりじゃダメだなとか思って、着るものになってるね。そうそうそう、ステージ衣装になってるね。スノードーム作ったりとか。あ、そう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 、うん、スノードームをね、あの中のお人形をあの自分で作って、ね、スノードームを作ってるアーティストの友達が、ね、こういう感じで、ね、そうそう、中はお人形ね、こんな感じでスノードームだったんですよね。いるので、まあ、そういうのにちょっと変えてみたりだとか、その人のあれも SNS でシェアしてくれてたよね、なんかね。そうそう、動画一応アップしてくれてはとかね、もうあの着物を縫ってもらう、友達に縫ってもらって、そこの後ろに絵描いてみたいな。それもね、最初にね、東京のライブだったんですよ、ライブやったのが、うんうん、それ、加藤ちゃんと、ね、一緒に行ったやつなんだけど、まあ、向こうね、バタバタして忙しいだろうからと思って、お店の人に預けて、うんうんうん、で、すいません、これ渡しといてくださいって、私からって言ったら分かってもらえるんでって言って、はーいっつって持って行ってもらって、でもなんか、あ、持ってきた衣装とかあるからやっぱ着てくれないな、東京はって、ね、言ってたもんね、うん、思ってた。でその次に大阪でだったんだけど、大阪でなんか行ったらファーストステージのアンコールで、アンコールで、うん、着替えてきたんだ。アンコールで着替えてきて、はーってやってくれて、だーもうみんなもうキャーってなって、ここの席だけ異様におかしいみたいな。なるわな、うん、なるわそれ。もうお前毎回もう来すぎだろう、もう来んなぐらいな感じかもしれないけど、一番前のど真ん中取らないと気が済まなくて、ずっと行ってて。そうだよね、そりゃね。でもギヤーって立ってるから、向こうもうステージでみんなゲラゲラ笑って笑われちゃう。パニックになってる、パニックになってるみたいな。してやったり。そう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 、なんかいい関係だよね。嬉しいですよね、うん、本当に、まあ、一ファンとして一番ありがたいところにいさせてもらえて、うん、すごいな、うん、10代の時からやっぱりずっと憧れてた人だったんで、そういう人に何かこう喜んでもらえるっていうのはもう本当にこの機能をつけてくれて神様ありがとうとか、ね、機能だね、うん、素晴らしい機能ね。そんなジョディ・ワトリーですね。そうなんです。ジョディ・ワトリーは皆さんどんな感じで聴いてました？もうね、僕もやっぱりこのソロから、ソロから、やっぱそうですよね。そう、シャルマーは知った時はもう彼女がいない時だったので、うんうんうん、僕も彼女がいる頃のシャルマーはリアルタイムでは
その夢中になって聞いたりなかった。やっぱそうですよね。そうね、だからダンシング・イン・ザ・シーツとかにもなってたから、うん、シャラマンのね、うんうん、あれはなんだっけ、映画のサイトルフットルースだっけ、うん、ああそっかね、その時はもう彼女はいなくって、うん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 、うん、ただその時のシャラマンのメンバーのギターの男性の人が後でトニー・トムソンとバンドを組むんだよね。ああ、そうそう、そういうあのシーク絡みのストーリーは偶然その時のシャラマンにもあるんだけど、うんうんうん、だからジョディ・ワートリーはファースト、あのルキンフォアニューラブ、これを聞いて夢中になりました、うん、やっぱそうですね、うん、このアルバムは3曲がバナデードーズがプロデューサーで、であの半分はアンドレ・シモーンがやってるということで、プリンス絡みのちょっと ね、あのワンポイントはあるけれども、うん、あのプリンスと一緒にやってた人のプロデュースワークっていうね、プリンスファミリー的な形でもすごく歓迎されて、で、ね、で当時 MGA っていうこの彼女のソロ の所属のレコード会社がブラックミュージックにすごく力を入れてた時期だったことがあって、ニューエディションの近辺とかガイアなんかも出てきた時だったから、すごく MGA ってブラックが盛り上がってた、それを日本 の配給をしてた MGA の配給してたレコード会社もすごく盛り上げて、ブラックミュージックあの強くやってた時だったってことがあって、ジョディ・ワートリーってすごく押されてたのね、レコード会社にも、うん、そんなこともあって、で、ルキファニューラブはアンドレ・シモーンだったんだけど、セカンドシングルの Don't You Want Me がバナード・エドワーズのプロデュース作品で、でドラムズがトーニー・トームスで、うん、っていう曲だったので、それもあり、でもそれバナードがいるいないと関係なく、やっぱりこのアルバムは本当に好きで、うん、うん、聴いてましたね。いいアルバムでしたね。そうそうそう、ね、いいアルバムだった。本当にあのレコード会社も力を入れて売ってくれたなっていうのが分かるような、それは本当にね、ありました、うん、で何でもジョディにそのバナード・エドワーズを推薦したのはジョン・テイラーではっていう話、ね、そう、そういう話、これはあのジョディ・ワトリー本人からね、2人一緒の時に聞いたんですけど、うん、そのシャラマン離れて、うん、あのまあ拠点というか要するにイギリスに住んでたっていう時期に、うんうん、まあ、ジョン・テイラーとかね、あの彼らの世代にとってやっぱり憧れの、うんうん、若い頃聞いてたあのバンドのお姉様だから、うん、ね、まあ、キャンディーズのメンバーが解散していたようなもんだよね、そうそうそう、近くにね、憧れのお姉様なのでっていうんで、あの親しくなったようで、そこでいろいろと話をしている中で、ジョン・テイラーはねもうパワーステーションやった後だったから、うん、それでバナードを推薦したらしい、うん、そんな風にあのなげジョンがジョンが紹介してくれたっていう話をしてたんだよね、うん、そうそう、それでなんかあのその時ね、私高校1年とかそのくらいだったのかな、うんうんうん、87年か、じゃあ高2とかそのくらいか、うんうんうん、そう MTV で、いろんなミュージシャンが、まあ、あのミュージックビデオの VJ をやりますっていう回がその時企画であって、うん、でそれでジョン・テイラーがその VJ を 1日じゃないな、何時間かやるっていう時があったんですよ、うん、でその時にあのジョディ・ワトリーがすごいね、うん、あの好きでって言って、うん、これ今度ソロアルバムをバーナード・エドワーズと一緒にすることになってって言って、あそこまで言うんだ、そうで、うん、お話ししてて、しかもですね、もうその時にもうすんごいなんかもうメロンメロンの顔になってるメロン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 It's a very lovely Jody Watery って言って、もうこう喋っててで、のアルバムだっつってね、それであれかな、なんかあの他の本とかにもなんかあの一緒に食事に行ってねとかっていうような話がね、いろいろ出てたのよ。でそれを今度、まあ、何十年か経ってジョディ・ワトリーの口からイギリスにいた時、まあ、仲良くしてたからって聞いたから、はぁ、あの話は本当だったってそこで繋がったっていう、相当仲良しだったんだね、相当仲良しそうですよ、ね、なるほどねいや今だから逆に気使うんですよ、もうあ逆にね、いろんな SNS であのつながっているので、ジョディ・ワトリーと、うん、ジョン・テイラー上げるときは外しとこうみたいな、うわそうだね、そうそうそう、ね、まだそこは柔らかくグッドメモリーというふうにはならないのかね、なんないんじゃないですか ね、 ね、いやでも本当センシティブな人だっていう話をね聞いたことがあって、うんうん、ね、まあ、はい、どうしてもね、うん、そりゃなんかいろいろややこしいことがあったのかもしれない、ね、気難しいのは普通だよね、うん、こういうさ仕事してる人は、うん、だって近づいてくる人はね、もう有名だろうと有名じゃなかろうとさ、もうみんななんか基本警戒しないとね、うん、全部食い物にされちゃうから、そうそうそう、そこは慎重にさせるようなよね、うん、
当然のことだと思います、うんうん、ね、そう。でまたありがたいことにね、ジョディ・ワトリーがそうやってあのイラストとかを拡散してくれるので、うん、あのジョディからお仕事を直接もらっているとかそういうんではないんですけど、うん、あのジョディのファンの方っても世界中にいるじゃないですか、うんうん、本当にそう。ジョディのファンの方から1枚書いてほしいんだけどっていうので、うん、ちゃんとしたお仕事がまたこれ別からやってくるっていう ね、ありがたいこと、ね、本当にあのどっちに住んでるか分かんないですけど足を向けて寝れません本当ね、本当、うん、気持ちの上では本当気持ちの上ではすごいよね、ありがたいね。それのなんか一つで、あの愛ちゃん、日本のミュージシャンの愛って、あ、はいはいはい、なんか AI の彼女なんか、あの全米デビューの時のポスターをちょっとやりませんかって言って書かせてもらって、私は全然見てないんですけど、そのポスターを持って愛がテレビに出てたっていうのを別のライターさんからお話聞いて、なんか宇都宮さんの絵持ってテレビ出てましたよとかっつって、それ見てないんですけど、その番組とか覚えてないっつって、あ、何だったかなって言ってもう分かんなくなっちゃうみたいな。あの人も東市に住んでたんだね昔。あ、そうなんですか。へー、じゃあ共演シングルあるもんね。そういえば、そうそう、あれあれ、そうなん、東市の姉ちゃんよ、東市の姉ちゃん、東市の姉ちゃん、九州からやってきて東市住んだ。そう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 、おお、こんなところでもつながりが、おこたんだ界隈ね、うん、面白いですよ。そうか、面白いですね。お、直接お会いしたことないんだけどね、僕。そうか、僕来てたよ、売れたら田舎行ってたけどってね、それはいなくなるわな。まあまあね、いいね、どうしてもね、うん、いいとこだけどね、もっといいとこ行った方がいいね、うん、それはもう間違いない。ていうか、そもそもなんかね、あの海外とかにもちょこちょこ行ったりしてるみたいだし、あっちで住んでる家もあるのかもしれないよね、だったらね、うん、そんになんかあの他にもね、そのレコードジャケットをやりませんかみたいなんとかさ、うん、まあ、ありがたい、本当にありがたい、ジョディ・ワトリーとのエピソード、うん、まさかそんな、あの高校生の時にね、すごい憧れて見てた人がこんなね、ジョディ・ワトリーに認められない、ね、近きということで、うん、人生はもう起源っていうか、うん、本当ですね、なんか出会いというか、うん、なんかタイミングが全てなんだよね、不思議とね。すげえいい話になってるね、今回ね。いい話だ ね、いい話ですか。そうそう、いい話ですよね、うん、これで締めてもいいぐらい、うん、あ、そう綺麗だな、おい、 いや綺麗だよ、綺麗だよ、これで締めたら、一回ね、ね、うん、一回ね、一回締めますか、うん、じゃあ続いてはジノバネリ編です。次回もどうぞお楽しみに。はい、ジノバネリ編誰喋るの、俺、君の、ああ、そっちでしょ。